震災8年目の夏を迎えた宮城県女川町。復興に向けた街づくりの現状をカメラスケッチにまとめました。2018年7月に撮影した女川町の映像です。町の中心部は建物が増えてきました。レンガが敷き詰められた女川駅前、そこから港の方向に海の見える商店街シーパルピア女川ができました。この女川駅前レンガ道周辺地区が2018年度都市景観大賞最高賞の国土交通大臣賞に選ばれました。駅と海を結んだ空間づくりやデザインへのこだわりが高く評価されました。女川町では行政と住民が一体となって復興を目指し、まちづくりを進めています。商店街の海側にある旧女川交番の建物です。震災遺構として横倒しになったままの状態で保存されます。この場所は震災メモリアル公園として2020年度までに整備される予定で、現在は造成工事が行われています。中心部の南側、用途複合市街地ゾーンです。地盤のかさ上げなどの津波減衰対策を施した上で造成工事が進められています。女川駅南側の高台です。新しい女川町庁舎の建設が進められています。庁舎には障害学習センターや保健センターなども整備され、利便性や機能性が高いコンパクトな複合施設を目指しています。完成は2018年9月です。造成中の堀切山地区です。町内にある小学校と中学校を統合移転する形で小中一貫校を建設する計画です。地域に開かれた学校を目指していて、完成は2020年度です。震災で人口のおよそ1割が犠牲になった宮城県女川町、復興に向けて大きく前進しています。